うさぎは自分のうんちを食べる。みんな自分のうんちを食べたことある人いる？いるわけないよね。でもうさぎは自分のうんちを食べるんだよ。うさぎは硬いのと柔らかいのと2種類のうんちをするんだけど、柔らかい方のうんちは自分で食べちゃうんだ。この柔らかいうんちは盲腸で作られてて、タンパク質やビタミンがたっぷり入っているんだ。だから僕らがいつ見るのはコロコロした硬いうんちだけなんだよ。今日も見てくれてありがとう。またね。バイバーイ。